故障が1年のところって結構多いんですけど、全然ダメで、それ以降見る必要ないぐらい選択肢から省いた方がいいかなと思うんで、2年以上故障ついてるところを選びましょう。これからね、サロンさんを守るのは人生に目指すもん。こんにちは、カチャ長です。カチャ長、これから脱毛器を導入しようと思ってネットでいろいろ調べてるんですけど、その中でブリリアントというパワー型の脱毛器を見つけまして、今日はブリリアントについていろいろ教えてください。わかりました。今日はですね、パワー型脱毛器ブリリアントについてね、徹底解説していきたいと思います。ホームページ見ながら質問をしていただいてですね、見落としがちな部分とかね、ちゃんと押さえといていただきたい部分っていうのをね、忖度なくレビューしていきますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。ファーストビューでお問い合わせはこちらという項目があって、特に金額とかは書いてないんですが、それについてはどうでしょうか。ページの先頭にいきなり問い合わせって書いてあるの。選ばれる4つの理由がざっくり書いてあって、その右上に問い合わせはこちらと書いてあります。なるほどね、面白いね。次行きましょう。次に脱毛サロンが考え抜いた業務用脱毛器っていうところで、こだわり性能っていうところで、1 IPL モード、うん、SHR モード搭載って書いてあるんですが、これについてはどうでしょうか。脱毛はやっぱね、 IPL と SHR 両方あるのが僕の中で最低条件なんで、クリアしてます。2つ目、5つのカートリッジへ変更することによって、フォトフェイシャルとしてシワ、ニキビ、赤ら顔、美白など様々な悩みへのアプローチが可能って書いてあるんですが、これについてはどうでしょうか。波長を耐えるカートリッジのことを指してると思うんですけども、素晴らしいですね。やっぱり脱毛は IPL と SHR 両方あって、かつ脱毛プラス S 的なメニューができるっていうのもね、脱毛機のスペックとしては最低限のスペックだなと思うんで、いいと思います。3つ目、国内最高クラスの高出力、タワー型は 3000W って書いてあるんですが、それについてはどうでしょうか。タワー型標準スペックぐらいかなと思います。4つ目、長時間使用にも耐えられる、安全性が高く、パワーが落ちない日本製コンデンサーって書いてあるんですが、これについてはどうでしょうか。コンデンサーっていうのは、分かりやすく言うと出力を調整するバッテリーみたいな感じで考えていただくとすごい分かりやすくて、正確にはもうまたちょっと違うんですけども、まあ、日本製のコンデンサー積んでるってことでね、素晴らしいと思います。容量書いてあります。容量までは書いてないです。モバイルバッテリー、皆さんイメージしやすいと思うんですけど、モバイルバッテリーが1000なのか1万なのかで全然違うじゃないですか。日本製かどうかもちろん大事なんですが、まあ、容量がねあるとすごく良かったかなと思います。5つ目、冷却性の高さ、最大マイナス10度まで冷却可能で、照射時はマイナス4度前後って書いてあるんですがそれについてはどうでしょうか。素直でいいなと思います。結構マイナス10度が僕の基準なんで、マイナス10度だから OK っていうこと結構あるんですけど、照射中ってどうしてもやっぱ温度って下がってきちゃうんですよ。照射中にマイナス4度って書いてあるんで、結構リアルな数字かなと思うんですけども、それがちゃんと書いてあるところがなんか誠実性を感じて僕は素晴らしいなと思いました。ただマイナス4度だとちゃんとうまく使わないと、ヒゲとかあの VIO とか痛いところをやるときにどうしても痛みがね出やすくなってしまうんで、使い方うまく工夫する必要がありますよね。マイナス10度に極力近いところで痛みが出やすいところを照射するっていうのができるんだったら全然十分かなと思います。次に本体価格&ランニングコスト業界最安値っていうところで、ワンショットの価格なんですが、 SHR モードだと 0.1円、 IPL モードだと 0.33 円なんですが、それについてはどうでしょうか。高いですね。そもそもやっぱ IPL 0.3 円ももちろん高いですけど、業界最安って今 LED が 0.02 円とかなんで10倍ぐらい違うんですよ。それも謳い文句がこれから脱毛器を選ぶ人の勘違いを生んだりとか、佐野さんの勘違いを生んでるので、そういうのはねちょっと僕としてはおすすめできるんですね。次に製品保証は納品日から1年間って書いてあるんですが、それについてはどうでしょうか。これも僕が脱毛器選びの中で重要視してる部分なんですけど、保証が1年のところって結構多いんですけど、全然ダメで、やっぱ保証が2年以上のところを選ぶことを僕は推奨してるので、保証がね1年っていうところはそれ以降見る必要ないぐらい選択肢から省いた方がいいかなと思うんで、これからねサロンさんを守るのは自分自身なんで、メーカーさんを守ってくれないんで、2年以上保証がついてるところを選びましょう。最後に料金表のところで金額が書いてありまして、税抜きで129万8000円、約130万円って書いてあるんですが、それについてはどうでしょうか。タワー型でこの金額は多分めっちゃ安いと思いますね。素晴らしいと思います。解説ありがとうございました。はい、ありがとうございました。カズ社長から見てブリリアントのおすすめ度は100点満点中何点でしょうか。50点ですね。その理由としてはですね、保証期間が1年というのが、まあ、大幅にマイナス、ワンショットが業界最安みたいな勘違いを起こすような言い回しをしているのがお勧めできないポイントだったりとか、
か、実際にタイヤスクラスって LED で 0.02 円とかなので、10倍ぐらい違うじゃないですか。それでやっぱりサノンさんってね、メーカーさんの言うことを鵜呑みにして勘違いしてしまって、なんかお客様に変な勘違いを起こさせたりとか、サノンさんのビジネスのね、事業設計も変わってきちゃうので、その辺がやっぱね、ちょっと誠実かなと僕は感じました。あっちゃんはどう？僕は45点ぐらいかなと。一応その理由聞かせてもらっていい？テックは、タワー型脱毛器の中では高い方で、金額も導入しやすいなとは思ったんですが、IPL のワンショットが 0.3 円なので、導入後、サロン運営していく上で、維持費がかかっていくなっていう印象があったので。そうね。ワンショット 0.1 円と 0.3 円で3倍違うじゃん。これ、やっぱ皆さん気づきづらいところで、たっちゃん気づいてくれたけど、そこ重要だよね。多少、本体価格が数十万円高くても、ワンショット 0.1 円の他のタワー型脱毛器を導入した方が長い目で見た時にコストを抑えていけるかなと感じました。確かにね、目先の本体代の数十万でぶっちゃけその維持費とかっていう観点で考えたらあっという間に手されちゃうから、目の前の本体代の数十万よりもワンショットのその 0.1 円 0.2 円にこだわった方が絶対中長期でビジネスってやるんだから、その子をね見れる経営者が少ない。これを見てる皆さんも本体代ばっかり目いっちゃうんですけど、維持費は絶対着目した方がいい点なんで参考にしていただければと思います。ということで今回ね、タワー型脱毛器ブリリアントレビューさせていただいたんですが、他にもねたくさん脱毛器のレビュー動画上げてます。今すぐどの脱毛器がいいか教えてほしいとかね、脱毛器の相談したいという方はですね、動画概要欄のリンクから LINE ね登録していただいて、ご相談いただければ僕マンツーマンで対応させていただいてますので、ぜひお気軽にご連絡いただければと思います。まだまだ動画上げていくので、今のうちにチャンネル登録とその隣のベルマークのクリックもよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。電車だと12分で回転率が上がって売上アップって言われたら儲かりそうと思いますよね。脱毛器メーカーの売り文句なんですよね。全然抜けなかったらお客さんの満足度低くてリピートしないですよね。そしたらビジネスとしては